ス誰も知らないカリド、イカレタコスケです。封人、サイリン、とうとうやってきちゃいました。イブシマキヒコ、一体の討伐。これ私、ツイッターでもろに的中しちゃったな。的中しちゃいましたよ。まあ、そろそろ来るかな、ところ。ただ、強化答えが何やら、尋常ではない気迫を感じるゲコくれぐれも用心ということで、強化、なるヒコ。強化ヒコかな 発見されただけ、こう、最後にまた、すごいね。来たんじゃないっすか。というわけで、やっていこうか。なんとでもでもでもまさかの、これ実は初クエなんだよね。いぶしヒコ単体はね。これは結構でかいっすよ。弱いのこうにしと <laughs> こうか。ここがよし。行こうか。 いや、よかった巻彦担当と思ってたけど、来てくれてよかった。もしかしたらね、もしかしたら単体クエストないかもって思ったんだけど、これでもしかしたら、だからあのー、炎間なるはた単体クエストも、来るかもしんないっすよ。さあ、やっていこうか。さあ、どうかな強化個体どうかな場所がね、ここなんでね、戦いやすいのもあり。っていうかも、しああ、でも、巻彦だと、あれかあのー、 なんだっけマカツボ最強とはなりませんかねマカツボ最強クラスにはならないかあ、行こうか。あれ、薬どれ飲んだっけ忘れちゃいましたが。そして、ここには何が入っている回復薬と戻り玉。戻り玉もらっていこう。さあ行くぜ。巻彦、とうとうお前と真っ向から戦う日が、真っ向から戦う日が、やってきましたよそう。本来だったら、だから、あの、ラスボスの手前の巻彦ちゃんか、 もしくは、百竜夜行でしか戦えないわけですよ。だから、このフル体力の、巻彦、とは戦えないんだよね。それが今来ただがよ、炎源なる旗で覚えたその動き。お前さんとその、動きを俺は、すべて見切ってやるって言うんですよ。よかったら、奥さんありき、百竜ありきと言われ続けた。そう、もうぶっちゃけこの、この、何、これも、これだってさ、 あんま意味なかったからね。そうこ岩を破壊していく。岩を破壊していく。これはちゃんと残っていますね。このギミックはこ。自らを傷つけることによって、自らの精神を研ぎ澄ませていく。これですよ。この大事な自分のことを修行させる。そう、俺を傷つけろと。<laughs> 俺を傷つけることによって、喜びを。喜びをね。最終的にはもう、傷つけすぎてね。あの、奥さんに食われるという、そこまで、あの、達人の領域なんでね。ある種の、ある種の達人の領域なんでね。<laughs> あれなんだよねそうあの百竜野号とかで戦ってるからこいつの細かい弱点忘れがちなんだよね鳴たた姫とは違うんですよあるしものその名も鳴彦行けあいとフルで戦える日を心待ちにしていたぞもうモーションあの特になんつうのこのこの決戦場でのモーションなんてほんと演劇さんの手前だから覚えてないんだけど結構強いはずなんですよ 体力が低いから弱く思われがちですけども結構な技をね持っているはずなんですよどうしたどうした奥さんがいなければ力が出ないかどこだっけこいつのこいつの弱点は腕だっけ尻尾の先とかでも尻尾も効いたいよね行くぜ行くぜあ危ない何だっけ <laughs> いつもついでにサクッと倒れているから何だったらあの鉄鋼榴弾とか使うと やべえ、やべえ、早さで倒れるから。お前さんの、お前さんの弱点がわからない。どこを殴っても喜ぶということが。だがよ、その喜びよ。お寝てたそしてハリフォーが解放。さあ、お前にまさか、ハリフォーを撃つ日がやってくるとはな。暗え、暗え、ハリフォードーン決まったな。どうだこの威力たるや。気持ちいいか。<laughs> もっとだ。もっと。 もっと痛みをくれっていうことかいそうか。奥さんがよ、地下で待ってない。まあそうか。じゃ、この人、会合果たしてないから、独身なる彦なんだね。独身巻彦なんだよ。なる彦じゃないんだよ。独身、独身巻彦なんだよな。シングル巻彦なんだよな。まさか <laughs> まさかこれはあの、巻彦ファンタルあ、女性ファンに対する、あれですかね。 あのー、カプコンからのアプローチですかね。ここに、巻彦くんは、相方がいるように見えますけども、実は、シングル巻彦くんもいるよと。もし、押すならね、このシングル巻彦くんを押してあげてくれと。やっぱあのー、奥さんのために、たがためにね、倒れてしまう巻彦くんではなく、どっせいおらこのシングル巻彦くんを押してほしいと。そういった用途が、込められている可能性がある。 マキヒコ。あべえ、そうこいつ、強化されてるっぽいんだけど。強化されてるっぽいけどね。でも、まあ、結果的に、火力、体力が上がってるから。まあ、強化なるひこだよね。なる、ひこなるひこっちゃ、違う違う。彼、彼は違うんだよ。彼は、そろそろだから <laughs>、ソロプレイヤーだから <laughs>、ソロプレイヤーだからな。あの、単体なき、マキヒコなんで、マキヒコ、マキヒコなんだよ、そう。なるひこじゃないんだよ。なるひこっていうと怒られちゃうから。うん。違うでしょ、と。よいしょ私は、 闇かと。<laughs> 私に対する闇かと。いや、硬い硬い。硬い硬い。どっせーよーし危ないそう、牧彦なんて、こういう技持ってんだもんね。あんま見かけたことないけどね。こ体をぶっ飛ばしてくる分、あの、姫よりも派手なんすよ、結構技がね。危ないここには、ここには、姫は来ないんだ僕は死にません 僕は死にません。誰も来ないから。<laughs> そうだな。本当の意味で来ないからな。お前は死なない <laughs>。そういう意味では確かに死なない。<laughs> 姫が来ないから僕は死にません。硬いっすね。そして、ドーンって、バリスタで、そう、大砲がない分ね。でもこれが大砲の代わりみたいなもんか。おらおら、おらおら、どうだ。ちょっと気持ちがいいか。この、自分、 姫と出会えない自分を戒めるためのこの大砲を自分の壺に当てていく。この、この新しいアトラクションは楽しいかそうして自分を戒めていけ。気持ちがいい。もっとだ。もっと。痛みをくれ。あ,あぶね。よしよしよし。ここで、ここで、手だっけ <laughs> 手だ、手だ、手だ。ここだ。当たりに、当たりにくいけど。<laughs> 当てにくい。ここが、 攻撃できないと結構ねあったいこれは人によっては慣れてない人にとっては自利品でやられてしまう可能性があるよいしょお前も相方がいなくて自利品そして私もお前の体力に付き合わされて自利品まあ いいっっぱい付き合ってやるさそうそうだなるはたた姫お前のるたたるはたた姫が来るまで付き合ってやるさここで戦いじゃ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 待て待て待て付き合ってやるっつってんだからやるっつってんだからよまあ、でもまあ主に比べるとまあまあまあって感じですかね主に比べるとこれで主牧彦とか来たら話変わってくるんだろうけど主に比べればさすがにあのー、そんな強いめちゃくちゃ強いって感じじゃないね ラスボスなる旗よりは、戦いやすいかな。戦いやすいっていうか、火力が抑えめかな。尋常ならざる気配が感じるって言ってたから、やっぱり、気合い入れてきてんだろうな。そう。これが、あんまり必殺技じゃないんだよな。<laughs> まあこれあの、ギミックを知ってると、あんまり必殺技じゃないから。いけただ、大砲が出てこない。大砲出せないからね、彼はね。大砲が出せない分、まあ、結果としてね。 自分が食らうダメージをあ痛いつあでも痛えわ <laughs> ちゃんとこれ落とせないと痛いわ !HP フル防御で3分の2もらってきてるからさすがはあの強化個体ですねこれねすごいぞバリスタだこそうこれバリスタもっかうぞあんまりバリスタダメージじゃないね <laughs> よいしょうわすげえすげえボコボコ出すようになってきた届かねえ届かねえぞだが双剣よここは双剣いやっせやっぱ この主とは違うよね。このラスボスのリズム感というかね。主の時はもっとバリバリやって、バリバリやられるみたいな感じだったけど、巻彦ちゃんはいかに、この巻彦と鳴る旗はいかに効率よくダメージを与え続けられるかっていうところがあるな。まあ、やりすぎたせいもあるかもしれんが。よいしょだから、すごい、時間かかっている。もっと、もっとだ。もっと、俺のコスモを高めるんだ。 ここかいけしかし、勝手な <laughs> 勝手な全然、全然倒れねえぞまだかこっちはだって、フル、フル強化でさ、フル強化で、な、うん、あ倒した時間かかった。独身飛行。いやー、っていうか、この、ハぎ取り初じゃねこのハぎ取り初だよね。姫に食べられちゃうか、もしくはあの、逃げるから、 このぎ取り初ですね。新素材とか持ってませんかねそういえば、全然何も見てなかったけど、これも普通に、あれかな普通のクエストかなあの、報酬メインじゃないクエストかな報酬何も書いてなかったもんね。ま、あんな、巻彦さんと、なんか意識して戦ったことないから、忘れちゃったよ、素材。なんだっけトゲとか持ってただが、単体巻彦、いいぞ。楽しいぞ。これはいいね。 二刀同時討伐来るんじゃないか、これ。剣郭トゲトゲトゲも持ってるかあまあ持ってない素材ないなカムラチケットあカムラチケットくれるぞこれありがたいねこれガンガン進めてた人には最高ですねカムラチケットくれるのかとうとういやー来た来た来たというわけでね一応ちょっとイベントキャストもう一回確認してみよう HR8 以上で、いぶし巻彦、リュウグウトリ,リアードで発見された、まだ鳴働姫とは会合を果たしていない、何やら尋常ではない気迫を感じる、くれぐれも用心して、挑むで結構。全然わかんないですね。まあ、強化個体というか、さっきも言った通り、まあ、実際強化というか、まあ初、初初だからね。まあ、強化個体ってことになるのかな。まあ、火力見る限り、だって今私、あれだからね、フル、バルファルクだから、あのダメージ量はでかいやな。マカレンキン。 いやー、牧彦ちゃん来たんだからいいのくれよ。<laughs> 全然でーな <laughs>。というわけで、まあ、特にね、あのー、巻彦装備を揃える上、あとカ楽ラチケットはでかいですね。これ結構急いでる人だと手に入んなかったりしますから、ぜひともこれで集めてみてはいかがでしょうか。